友達は選べるけれども隣国はもうそれこそ逃げ出すわけにいけないんで、相互理解、相互信頼を深めていかなきゃいけない。国民的なレベル、そういったレベルの交流をどんどん深めて、信頼関係、理解関係を促進すべきだというふうに思っております。米倉会長は日本と中国、韓国について政治レベルでは関係が冷え込んでいるものの、ビジネスでは緊密な関係が続いていると述べ、経済交流は足がかりに関係改善に期待感を示しました。また東日本大震災については3年経った今も27万人を超える被災者が仮設住宅での生活を余儀なくされていると指摘し、まちづくりなど復興の加速を求めました。米倉会長は来月上旬の定時総会で任期を終え、後任の経団連会長には東レの榊原貞之会長が就任します。